イエイ、皆さんこんにちは、大樹です。あれかこれかってよくありますね。あれをやるかこれをやるかどうしようかって、でコーチは実はあれかこれかにはとらわれない方がいいよという説があります。あれかこれかじゃなくて、あれもこれもっていうのもありだよっていう考え方ね。だからあれなのかこれなのかじゃなくて、あれもこれもがあるんだよっていうことです。でなのでね、クライアントが A するか B するかどっちか選ばないといけないって言ってる時に、 A も B もしちゃえばいいじゃんがあってもいいんだっていうことです。でもね、あれもこれもを必ずしなきゃいけないかって、そんなことないの。やっぱりあれをするありです。 A 案ね、これをする、 B 案ありです。あれもこれもするありです。そしてあれもこれもしない、 D 案ありです。そしてあれでもない、これでもない、あれもこれもでもない別のことをする、 E 案これもありです。でこれぐらい広い思考を持ってるっていうことですよ。でクライアントの本当の幸せは何か、だからこれをじゃあどれなのか、 A なのか B なのか C なのかね、 A なのか B なのか C なのか、どれもしない、どっちもしないっていう D なのか、それ以外でない E をするのか、どれがいいのかっていうことを見極めるのは、あれかこれかを超えた本当に何が大切なの、本当にどうしたいのって目的なわけです。でこれが分かんないと結局これなのかこれなのかにとらわれる。でこれをしてったらどうなるの、これをしてったらどうなるの、両方しなかったらどうなるのってシミュレーションするのもいいけど、それよりももう一つ大きな目的を見つけてみて、そこから何がいいのかなって考えてみるということをぜひしてみましょうね。で分かんなくなったら目的に行くっていうことと、 A だけやったらどうなるか、 B だけやったらどうなるか、両方やろうとしたら何が起きるのか、両方やらなかったら何が起きるのか、それ以外のことを例えばやったら何が起きるのかっていうシミュレーションをしながら、何が目的に近づくのかってことを考えてみましょうねということで、参考まで。